こんにちは、ブーケットパフュームの相澤です。本日はこちらのスモークツリーをご紹介します。こんなに、とても、ボリュームのあるスモークツリーです。枝も十分長いので、大きなアレンジメントにとてもね、大胆にダイナミックにいけて使うこともできますし、1本ですと、このようなボリュームになるんですが、枝分かれしたところのこの小枝のところがね非常に長いので、細かく切ってアレンジメントに使うのにもとても使いやすいんではないかと思います。色もこちらは、爽やかなグリーンとそしてちょっとこうシックな茶色とのグラデーションになっていてとても綺麗なんですが、他にも、ピンク系ですとか黒っぽいものですとかいろんな色のスモークツリーがありますのでアレンジメントに合わせて皆さんもぜひお使いになってみてください。それではありがとうございます。